さんこんにちは、ちのです。今日はですね、なんと私スペインに来て5ヶ月も経ちました。もう本当に時間過ぎるの早いんですけど、5ヶ月が経った今、私が思うこととか、スペイン語は成長したのかとか、スペインのコロナ状況とかっていうのをちょっとダラダラ話していきたいなと思います。そして留学に興味がある方とか、これから留学をされる方にちょっとしたアドバイスを載せてみますので、最後まで見てみてください。それではレッツゲットスタート。はい、ということで今からダラダラ話していくんですけど、私ねちょっとやりたいことがあって、スペインのスーパー、まあ海外のスーパーで買えるアイスを皆さんに紹介したいの。マクシーボーン、すごいこれね、美味しそうじゃん。美味しいの、めっちゃ高いけどね。なんかね、マジスペインの物価高いよね。今円安だから何でも高いんですけど、これなんと6ユーロしました。なのでまあ日本円で800円ぐらいかな。すごい高くて、でもしかもこれ4個しか入ってないの。ということでね、今残ってるのは1個しかありません。この動画のために取ってきました。ということでこのぐらい大きいやつです。本当に美味しいので、どんな感じなのかっていうとね、こんなやつでチョコレートのアイスクリームなんだけど、チョコレートがカバーされてて、こっちはクッキー&クリームみたいな、本当に美味しいんです。ということでこれを食べていきます。次にこれは日本でも買えるんですけど、ベン&ジェリーズ、これしかもねバナナチョコレート味でクルミが入ってるアイスなんですけど、クルミはちょっと美味しくないよね。これね、でもベン&ジェリーズで買うフレーバーで一番すごい美味しいって思った。なんか美味しいの、チョコバナナのアイスで。これも食べかけなんですけど、ちょっとねゆっくり食べながらお話ししていきたいなと思います。こんな感じでね、チョコレートもくるみも入ってて美味しいです。でもさ、なんでさアイスクリームの中にくるみ入れるんだろうね。なんかすごい美味しくないの、くるみだけ。なんかチョコレートとバナナだけでよかったなと思う。美味しい、くるみ入ってた。チョコレートだと思ったらくるみだった。でも美味しいの。これね、なんとね8ユーロした。もうすごい高いアイスね。これとこれ買ったじゃん、これ買ったじゃん、これで2000円ぐらいするの。アイスに2000円だよ、2個しか買ってないのにって思って、本当に円安きついです。これも話したかった、円安マジできつい。なんかさ、あの日本のクレジットカードで払う時もあるんですけど、それがね今クレジットカードで145円とか146円で計算される時あるのよ、1ユーロね。だから本当に1ユーロだと思って、あ、安い、100円だみたいな感覚で私買うじゃん。買っちゃうのなんかそれもバカなんだけど、100円だと思って買ったら、え、145円みたいな、え、高っみたいになる時が本当にたくさんあります。円安が本当に高い、全部が高く感じます。でも私はこっちでねアルバイトをしてお給料も幸いにもらってるので、あのそういうところからね食費とか家賃とかはねまだ払えているから、あの毎回ね日本のクレジットカードを切ってるわけじゃないので、円安とかをね毎回感じてるわけではないんですけど、どうしてもね貯金を削らないと生活ができていないので、あの日本で貯めた貯金を使うときはすごい円安を感じます。すごいそこはね生活としてきついところではあります。円安ほんとストップしてほしい。それで今のスペイン、まあ、バルセロナのコロナ状況についてなんですけど、現在2023年5月じゃないよ3月時点で、あのねすごい収まってます。今の時点の日本がわからないんだけど、マスクはね街中でしてる人は見かけないです。本当にしててもなんか1人2人ぐらいかなって感じ、本当にいないので、あの今年に入ってからかな、なんかすごい最近な感じがするんだけど、公共交通機関に乗る時もマスクをしなくてよくなったのね。私がスペインに来た2022年9月の後半は、公共交通機関、電車とかバスに乗る時はマスクをしないと乗れなかったんですね。だけど今マスクをしなくてもよくなりました。ということで今電車にね毎日乗ってるんですけど、電車でマスクしてる人は1両に1人いるかいないかぐらいで、マスクをしてる人は自分がね具合悪くて風邪をひいててマスクをしてる、または本当にねそういうコロナとかに移りたくないっていう結構本当にセンシティブな人はマスクをしてるんですけど、それ以外の人は本当にマスクをしなくなりました。で本当にレストランとかの営業時間とかイベントとかもねコロナ関係なく本当に通常に戻ってる感じがします。あと最近日本からの観光の人がすごい増えたなって感じます。
あとアジアから韓国とか中国からすごいね観光客の方がすごいいる感じがする。街中でも私シティを歩いてると日本人とかのね日本語が聞こえるの。だからなんかすごい増えたなって思う。留学してる人とかあと観光してる人とかがすごい増えたなっていうのが感じてます。あと他のヨーロッパの国から旅行しにねバルセロナに来てる人とかもいるので、なんかねサグラダファミリアとか結構毎日混んでるし、私が働いてるレストランでも観光の人がすごい来てるなっていう感じがします。最近特に観光客が増えてる感じが事務的にしてます。コロナは本当に収まりつつあるっていうところがありますね。で次にスペイン語に関してなんですけど、私ここに来て5ヶ月、日本にいる間に私は 2,3 年間スペイン語の勉強をしました。でも日本でした勉強っていうのは文法とかライティングとかあと読み書きだけだったんですね。だから本当にスピーキングとかリスニングはできなかったので、私概要欄にこの動画載せとくんですけど、スペインに来て1日目のタクシーに乗った時のスペイン語が本当にやばかったんだけど、でも本当に最初の3ヶ月ぐらいはそのぐらいのスペイン語でした。本当に何を言われても何みたいな、わかんない、ソーリーみたいな、ロシエントみたいな感じだったんだけど、今はなんとなく言ってることもわかるし、特にね仕事で成長を感じてるんだけど、前にも話してるんですけど、ネイティブとスペイン語のネイティブの人たちと毎日仕事してるし、働くときは週5とか週6で働いてるから、もう毎日スペイン語に触れてるんですね。だからお客さんとかが何々ちょうだいとか何々持ってきてくれるみたいなことを最初本当にもう本当に分かんない、ごめん何が欲しいのみたいな感じで毎回聞き直してたんだけど、今は OK みたいな、バレーみたいな感じでもすぐ持っていけるようになったし、同僚とかもね一緒にたわいもない話ができるようになりました。でもまだネイティブ同士が話してたりすごい早口とかで言われちゃうと、ごめんなんですかとかペルドンとかエクスキューペルドンってなんて言うんだっけ、パルドゥンとか聞いてこれ持ってきてとか、あごめんね今これを聞いたんだよとかっていうのを言ってくれます。やっぱね同僚とかが同僚とかのネイティブのスペイン語とか聞いてると本当に難しくて、同僚同士が話してるところに会話に入ることはまだできないんですけど、でもなんとなくこういう話してるなとかっていうのは分かるから、会話に入るときは私はちょっと英語とかで今こういうことを言ってるよね、私もそう思うみたいな感じでたまに入るときもあるんだけど、スペイン語でねそこに会話に入ることがまだちょっと難しいなっていう感じがします。でも本当に来た当初から比べると、レストランでオーダーするとか、あとはスーパーで買い物するとか、あと公共交通機関に乗ってバスとか乗ってね乗り換えをするとか、そういうことが本当に最近楽勝にできてるので、すごい成長を感じる時が本当に日々あります。最初ねできなかったことが今本当に楽々に自信を持って行動できてるので、そういうところにすごい成長を感じています。ということでこのアイスを食べていきます。でもねちょっとね溶けちゃったんだよね。だけどこういう感じでチョコレートのコーティングがされてて、こっちはクッキー&クリームみたいな、ほんとボロボロやばい、ちょっとやばいから袋に包む。今度スペイン語をね話してる動画とか出していきたいなと思うんですけど、今までもね結構ネイティブの人とかと話してる動画とかレストランでオーダーしてるところとかところどころで動画に登場してるんですけど、結構話せます。そこはね自分のスペイン語に自信を持ってます。でもね長い会話をするときはどうしても英語で話してしまったり、スペイン語とか英語とかを混じって話すときがあります。でもリスニング理解する方ではなんとなくスペイン語で理解することができます。どうしてもできないときは2回とか3回言ってもらいますけど、ゆっくり言ってもらうとね本当に分かるようになりました。そこがすごい成長を感じます。あとスペインに来て本当に良かったなって思うことが、ヨーロッパ旅行をすごいできることです。スペイン国内もそうなんですけど、他のねヨーロッパの国とかに行くことが本当に簡単にできるのね。この前イタリアに行ってきたんだけど、飛行機でバルセロナから3時間ぐらい
違う、1時間ぐらい、1時間2時間ぐらいで着くのね。しかも飛行機のチケットが5000円ぐらいで片道取れるの。だからね、国内旅行、日本の国内旅行をする感覚でヨーロッパのいろんな国に旅行することができるので、なんかそこはすごいね、あのスペインに来てよかった、ヨーロッパに来てよかったなって思うことです。ね、本当に貯金を崩してね、旅行をしてるんですけど、今ね、スペインに来て5ヶ月経ちましたが、本当に毎月1回はどっかに行くみたいな感じで、そういう頻度で旅行をすることができてるので、すごいね、楽しい、充実してます、生活が。うまっ、本当にうまい。これチョコレート本当にいっぱい入ってるの。なんか海外のさ、アイスって本当一口で十分なんだよね。だからこれちょっと多い。日本のアイスってなんかすごい小さいし、なんかチョコレート味でもさ、なんかチョコレートの味が薄いって感じちゃうんだよね。でもなんかこれは本当にザチョコレートなの。なんかもうチョコレートをそのままもわって食べてるみたいなの。だから本当にこれ一つで満足。日本のアイスだったらなんか 2,3 個食べないと私満足しないんだけどさ、これはマジで本当に満足するから、海外のアイス本当に美味しい。今3月なんですけど、あのね、スペインの気候ってなんかちょっと変なんだよね。特にバルセロナが変なのかな。なんかね、最近ちょっと暖かくなってきたんですけど、なんか今週暖かいなって思ったら、なんか次の週すごい寒くなって雪降って、そしたらなんかまたちょっと暖かくなってみたいな感じで、気候がすごい変化するのね。だからなんかちょっと面白いんですけど、なんか面白いって言ったらちょっと不謹慎なんですけど、なんか気候が変わると本当みんな病気になるの。なんかスペイン人みんな病気になるのよ。なんか風邪めっちゃひくの。なんか私もこっち来てなんかめっちゃ風邪ひくようになったんですけど、本当に1週間なんか、あ、私の同僚風邪ひいてるみたいななったら、次私がなんか鼻水出てきて、で家帰ったら同居人もなんかみんな風邪ひいてるみたいな。なんか一人が風邪ひき始めるとなんかみんな風邪ひいてて、でなんか、あ、みんな風邪ひいてるじゃんと思って電車乗ったらなんかみんな咳してるみたいな、みんなマスクしてるみたいな。なんかそれがみんな面白い。なんか気候が変わるからみんな一斉にスペイン人が熱ひいたり咳出したり鼻水出たりするから、なんかそれがすごいみんななんか面白いなって思います。だからでもね、本当にね、スペイン来ると気候とかが本当にやばいし、空気も乾燥してるから、あの風邪ひかない人でも風邪ひきます。本当誰でも風邪ひくと思う。バカでも風邪ひく、これは。だからみんなスペインに来る人は気をつけてください。あと一つね、言いたいことがあるんだけど、スペイン人って本当に優しいの。なんかね、今まで会ったことないような優しさなんだよね。なんかさ、アメリカの人とかってなんか人のこと褒めるのすごい上手なのね。だからなんかさ、学校とか行くのもそうだし、お家とかでもそうだし、なんかスーパーとか、なんか洋服屋さんとか行くのもそうだし、なんかみんなすごいフレンドリーで、なんか、I like your hair とか、I like your makeup とか、I like your outfit とか、なんかすごい外見のことを褒めてくれるのね。なんかでもなんかそういうことはスペイン人しないのよ。だからなんかめ、なんかね、なんか逆になんか、え、なその髪の毛どうしたみたいな。お風呂入ったみたいな感じのことを、あの髪の毛ボサボサだとね、お風呂入ったのちゃんとみたいなことをね、なんか言われるし、なんかそういうところはすごい日本人に似てるなと思う。なんか、え、その服どうしたみたいな。え、靴着たなとかすごい言われるの。だけどなんかそういうところじゃなくてね、なんかね、人懐っこい生活っていうのかな、全然言えてない、人懐っこい性格っていうのかな、なんかすごい人を助けたい欲っていうのが多分あるんだよね。なんか悪く言うとおせっかいな性格なんですけど、なんかね、そういうところがスペイン人にはあるので、なんか、え、そこまでしなくていいよって思うぐらい優しい時があります。例えば今私が住んでるところなんですけど、あの一緒に住んでるスペイン人のママがね、あの何でもしてくれるんですよ。私の部屋も掃除してくれるし、あの前はね、このベッドのシーツの交換もしてくれたんだけど、ちょっとそれは申し訳ないので、あのシーツの交換は私がやるよって言ったら、よかったって言って、でもなんか週に1回は掃除機かけてくれるし、
最近はね、私の服の洋服の洗濯をしてくれるようになりました。本当に嬉しいです。なんかね、そういうところもなんかちょっとおせっかいだなってちょっと思うんだけど、でもね、私は洗濯とかそういう家事が嫌いなので、あ、もうありがとうって感じでもうしてもらってるんですけど、前からね、作った料理とかをね提供してくれたり、朝コーヒーが沸いたよとか言って朝起こしてくれたりするんだけど、なんかそういうところもね、あ、人懐っこい性格、ザ・スペイン人だなって思うところ。あと本当にすごいこれは優しいなと思ったんだけど、こっちに来て2ヶ月目ぐらいの時に私がバスに乗ったんですね。でなんかバスも深夜バスに乗ってて、深夜になると電車がなくなるのでバスで家に帰るんですね。でバスに乗ったら、なんと私の携帯が使えなくなりまして、SIM カードがブロックされちゃって使えなくなったのね。で今どこにいるの私はみたいな状況になったわけ。そしたらなんと私が降りないといけないところで降りることができず、そのまま終電までバスが行っちゃって、私はどこ、ここはどこ、私は誰みたいな状態になっちゃったわけ。そしたら乗客の人がどうしたみたいな感じになって、私がねちょっとどこに帰ればいいのか分かんなくて、でもとりあえずこの駅で降りたいなみたいな言ったら、そうなんだ、でもこのバスはもう通り過ぎちゃったからそこには行かないよみたいな感じになっちゃって、へーみたいななって、そしたらその人がバスの運転手に言ってくれて、ここに行きたいんだってこの子みたいな。そしたらなんかあと5分待ってくれればバスがこっから終電からこうやってねまた元のルートに戻るから、あと5分待ってこのバスにいてみたいな感じで言ってくれて、うん分かったみたいな言ってたの。そしたらなんか5分後ねまた他の迂回する元のレートに戻って帰ってくるんだけど、バスがなんかね、私が降りる場所で運転手がプップーって鳴らしてくれて、ここよみたいな、あきあきみたいな感じで言ってくれて、ありがとうっつって私がバス降りたので、私がねこうやって歩いてたらプップーってクラクション鳴らされて、こっちに歩いてけみたいな、すごいね、なんかすごいエナジーで助けてくれたのよ。深夜3時よ、プップーみたいな、バスの運転手がしてくれて、私もありがとうみたいな、みたいな、マジで本当に優しいなって思った、スペイン人って。なんかそういうところなんかすごいさ、アメリカ人とは違う優しさなんだけど、そういう人懐っこいところとかすごい、なんかどうしても人を助けたいみたいな感じがすごい優しいなって思うし、なんかスペイン人って面白いところってすごい話すのよ。なんかさ、例えばレストランで予約してました、で席に着きました、で一緒に来ようとしてた人が来れなくなりました、あ、じゃあ予約キャンセルしたいっていう時があるじゃないですか。日本だったらさ、なんかさ、あ、すいません予約キャンセルしてもいいですか、すいませんみたいな感じでさ、本当にすいませんみたいな感じでさ去っていくじゃん。でもなんかスペインは、今日来ようとした友達がね、今日本当は誕生日だったんだけど、で今7時にねここに待ち合わせして焼肉食べるつもりだったんだけど、友達がどうしても来れないって言ってて、今電車に乗ってるんだけどどうしてもねここにはね食べたくないって言ってて、ここキャンセルしてもいいみたいな感じですんごい話が長いのよ。キャンセルしてもいいだけでいいじゃんって思うの。私もさ、なんかそういう長いスペイン語とか話されてもさ、なんかもう本当に白目向いちゃうから、みたいな、何が言いたいのみたいな、そうなんだ、来れないな、ロシエントみたいな、あ、キャンセル、あ、いいよ、もう全然行ってみたいな、ありがとうね、明日でもみたいな感じで終わったんだけどさ、そんな話長くなくてもよくないみたいな。だからなんかすごいスペイン人って話を盛るのよ。でなんかすごい付け足すの、なんかね、こうはこうで、こうはこうで、こうはこうでみたいな、で結局こうでしょみたいな、結局そうなんかいみたいな、いや結論から話してよみたいなってちょっと思っちゃう。なんかすごい話をね付け足す、最初のなんかバックグラウンドからすごい話すから、それがすごい私は白目向いちゃいます。でね、スペイン人ね、すんごいすんごい声がでかいんです。私も声でかい方なんですけど、それに負けないぐらい声がでかいんです。だからなんか同僚とかと話してると、もううるさいみたいな、なんかもう目ドゥエレみたいな、頭痛いからそんな大きい声で話さないでみたいな感じで言うんだけど、もう何そのエナジーみたいな、もう分かってもそんなハイパーになんないでみたいな感じで思っちゃうんだけど、本当に声がでかいし、リアクションもでかいから、なんかもうこんなんなってすんごい話すわけで、しかもなんか話す量もすごいでかいから、もうブル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 みたいな
みたいな感じでいつも白目向いてますっていうぐらいで、本当にね、日本とスペインは本当に違う文化なので、毎日いろんなことが起きて、毎日日本では絶対に起きないことが日常茶飯事で起きるので、すごい刺激があって楽しいです。最後にアドバイスということで、これから留学をしたいなって思う人にアドバイスをしていきたいと思うんですけど、若さは有限ってね、私言われたことあるの。なんか若いっていうことは有限なので、自分がやりたいと思ったことはすぐに行動に移さないと、どんどん自分は老いていくので、老いていくので、やりたいなと思ったらすぐに行動に移すことをおすすめします。特にワーホリは国によって違うんですけど、だいたいね、年齢30歳までしかできないので、ここに行きたいと思ったらすぐ仕事を辞めて行くべきだと思う。でお金がなくなったらこっちでね稼げばいいと思うし、節約してね生活すればいいと思うし、どうしてもお金がなくなったら日本に帰ればいいと思うし、なんかその時に先のことを不安に思ったり、先のことを心配するよりも、やっぱり自分が今やりたいと思ったらすぐ行動に移してしていく、人生を楽しむっていうのがすごいおすすめです。私もワーホリをずっとしたいと思ってたんですけど、日本でのキャリアとかを積むっていうのもすごい自分は楽しくて、日本でしてた仕事とかもすごい楽しかったんだけど、そのね給料も結構高かったんだけど、そこはね仕事を辞めますって言って辞めてこっちにいて、給料はね全然日本でもらってた時の半額ぐらいなんですけど、なんかそれでも全然楽しいし、日本にいる時よりもすごい刺激があるし、自分人生楽しいっていうのを毎日感じられてるので、仕事辞めてこっちに来てよかったなって思うし、なんかそういうところはすぐ行動に移してチャレンジする心を持っててよかったなっていうところが、自分の持ち味でよかったなって思うところなので、皆さんも本当にやりたいなって思うことがあったら、そのやりたいことに向かって努力したり行動するっていうことをまず皆さんにお勧めします。でなんかね、今までなんか努力しても報われない人生をなんとなく送ってた気がしたんだよね。だけどなんか努力したらやっぱり楽しいことが待ってるんだなって、なんか今スペインに来てすごい思います。なんかね、今までなんかすごい努力してもなんか結局結果はこれかみたいな感じの人生だったんだけど、なんかねスペイン語たくさん勉強すると、スペイン語話すってこんなに楽しいんだとか、スペインに来てなんか日本では絶対出会えない人に出会えたり、今まで英語とスペイン語の勉強してましたけど、こんなになんか一人で海外旅行に出かけられたり、なんかいろんなねバックグラウンドを持ってる人と話すことができるので、自分語学の勉強してよかったなとか、なんかすごいそういうところはやっぱり努力すると楽しいことが待ってるんだなっていうのをすごい実感してます。なのでなんか努力がどうしても報われないなって思ってる方も、努力を本当にずっとつなげてたらいつかなんか楽しいことが待ってるので、それは自分の経験を通してなんか改めて感じてることなので、なんかすごい努力してよかったなとか、今も努力してますけど、なんかこの努力をつなげたらいつか楽しいことが待ってるんだろうなって、自分のできることがどんどん増えるんだろうなと思って努力を続けてます。あと最後に留学中の人に対してのアドバイスなんですけど、私は今までアメリカ留学とオーストラリア留学と今スペイン留学を体験していて、約2年間半ぐらい海外で生活してる人生を送ってるんですけど、自分に自信を持って自分を愛して行動することっていうのがすごいいいなって思うんですね。で自分に自信を持って行動するっていうのは、特にいつもポジティブに考えることが大切だと思うんですけど、自分のスペイン語とか自分の英語に対して自信を持ってないと、だんだん声が小さくなって、なんか自分がこう言いたいのになんか言えない自分がいるとかっていう感じで、どんどんマイナス思考になってっちゃうんですね。だったらなんか自分のスペイン語はまだ完璧じゃないけど、ペラペラ話せるよみたいな感じで自信を持って話していくと、なんかねいろんな人に話しかけられる。なんか道を歩いててもオラーみたいな、でここに行きたいんだけどどうやって行けばいいかなとか、私ねそんな道わかんないのになんかこの駅はどこにあるみたいな感じで結構聞かれるのね。だからなんか Google マップ調べてあっちだよみたいな感じで教えてあげるんだけど、なんかやっぱりそれって自信を持って笑顔で歩いてるからいろんな人に話しかけられるし、
なんかいろんな人に話しかけられると、今どこから来たのとか、今旅行してるの、今勉強してるのみたいな感じで新たな会話が生まれてくので、なんかそういうところがすごいね楽しいの。だからすごい自信を持ってポジティブに生きていくってすごいいいことがたくさんあるので、本当におすすめです。間違えることってたくさんあるじゃないですか、人間って。しかもなんか自分が挑戦してたりできないことを頑張ってチャレンジしたりすると間違いも増えていくと思うんですけど、それをねいちいち気にしないで、間違いをどんどんアドジャスト、修正していくことが大切です。私もねよくスペイン語とか語学の間違いももちろんあるんですけど、文化の違いとかで自分がやっちゃいけないこととかをやってしまうこともあるんですね。そういうところも修正してくれる人がいたり、周りの雰囲気を見てね、あやばっこれ私ここでやっちゃいけないやつだわみたいな感じで感じることがあるので、それはねいちいち気にしてないで、うっぷすやっちゃったみたいな感じでそこは置いといて、次からしないようにしようとか、次からこういう風にしようみたいな感じでポジティブに考えて都度ね修正するようにしてます。で、私ね結構自分の環境を変えることが大好きで、日本でも転職とかをたくさんしてたし、こういう感じでねいろんな海外に飛び出すような人生を送ってるんですけど、好奇心がたくさんある人生なんですね。でなんか新しいことに挑戦したり環境を変えることがすごい好きで、なんか環境を変えると自分ができるようになることがたくさん増えるじゃないですか。ということで、なんか自分がなんかコンフォートゾーンから抜け出すみたいな感じで、自分がなんか挑戦する場所にどん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 行くようにしてるんですけど、なんかそういうところに行くとどうしてもマイナス思考で考える時があるんですよ。なんか私がこういうところできないからとか、私は今までこういう経験したことしかないので、なんかこういうことは多分できないですみたいな感じのこともたくさんあるんですけど、できないことを数えるよりできることをとかできるようになったことっていうことをなんか考えるとすごくポジティブに生きられるんですね。例えば私が今できないことってたくさんあるんですよ。スペイン語でペラペラ話せないとか、ネイティブの人と話せないとか、あとは一人で外にお酒を飲むことができないとか、電話でなんか予約取るとかってさ結構自分でも緊張するじゃん。だからなんかそれは完璧に電話対応とかできないのね。だからなんかそういうところはあるんですけど、できるようになったことを考えると5ヶ月間でできるようになったことってたくさんあるのよ。スペイン語の成長もそうだけど、日常生活の成長もたくさんあって、今まではこれができなかったのにこれはできるようになったとか、スペインでゴミ捨てができなかったけど今ゴミ捨てできるとかさ、スペインで服の試着とかなんか店員さんに話しかけることできなかったけど今はできるとか、スペインで美容室行くなんか思ってなかったけどスペインで美容室行けたとかさ、日々成長があるわけ。なんかそれがすごい楽しいし、なんかできないことを考えるより自分のできることとか今まで環境を変えてからできるようになったことっていうことを考えるとすごく楽しいし、すごく成長を感じるのでポジティブに生きられるので、そこを皆さんにおすすめします。ということで皆さんねいろんなことがあると思いますけど、ポジティブに生きて自分の人生一度きりということで、これからも一緒に楽しんでいきましょう。ということでこの動画を終わりにしたいと思います。とてもアイスは美味しかったです。また次の動画でお会いしましょう。バイビー。